ください。チャンプルーです。今ノースカロライナですね。まあジョージアからまあフロリダからこうフロリダのもうこう外れのところからジョージア、そしてサウスカロライナ、ノースカロライナっていう形で今通ってきてますけど、まあもうこう高い木が、ま、立ち並んでるかで、ほとんど景色が変わらないっていう感じですね。こんな感じでもう右も左もでっかい木、松やら、紅葉樹林っていうんでしょうかね、紅葉する木、まあ枯れてるように見えるんですけど葉っぱが落ちちゃって、まあ空もこんな感じでね、いい感じっていう感じですね。いい感じっていうかちょっとね雲が多いなって感じなんですが、もうほとんどフロリダから同じような景色ですね。まあ特徴的なところがこう、ああここはこうだよああだよみたいな感じで、こことこことあっちは違うよみたいな感じがなかなか見受けられないというか、まあ大体同じような景色になってますね。まあ日本は今、5日になってますね。でここがまだ4日です。まあノースカロライナってところなんですけど、まあスピードがね70マイルですね、減速が。で大体みんな75マイルぐらいで走ってますね。75マイルって言うと大体 120.7キロ ぐらいでしたかね。それぐらいのスピードで普通にこう走ってるって感じです。まあこんな感じですかね。まあ、これが6時間7時間走っても同じような感じの景色ですね。周りにはこう高い木が立ち並んでいて、でまあ時々ああいう感じで看板があってね、まあ、こう街が近いんだなみたいな感じですよね。で街に近づくとスピードがだいたい遅くなったりとかしますね。あとガソリンを補給したり、それから食べ物、まあね、いろいろなファーストフードがガソリンスタンドと一緒にだいたい結構ありますね。まあでっかいこういう大型トラックがね結構見受けられますね。で一つクエスチョンなんですけど、このトラックの後ろなんかね余分な蓋みたいなのがついて時々こう開いてるんですね。このトラックは開いてなかったんですけど、あれは風をこうコントロールするやつなのかなとかってふと思ったりしたんですが、まあね大型トラックを持ってる方だったらご存知かもしれないですね。さっきのトラックはちょっと開いてなかったんですが、もう本当何が本当なの嘘なのみたいな感じなんですけどね、ほとんど変わり映えのしないこう景色の中をまあ6時間7時間
走ってもこんな感じの景色ですね。ということでチャンプルーでした。ヒュッ。